はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。今日はこちらですね、ベイブレードバーストの 3-on-3 バトルブースターセットです。はい、これもですね、8月中に発売されていたんですけど、我々買えなかったんで買ってみました。はい、早速開けていきましょう。こんな感じで入ってますね。じゃあステッカーなど貼っていきましょう。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりました。まずこちらがギャラクシーザスフォーメテオプラネットですね。すごいかっこいいねこれね、やばい、このバラバラの状態ですごいかっこいいんです。はい、ロック柔らかい、柔らかい、あ、こんな感じだね。いや、かっこいい、すごいね。レア側にメタルボールが4つ入ってて、ドライバー側にもメタルボール2つ入ってて、この先端も回るようになってるね。おお、すごいねこれね。超時給じゃないこれ。続いてガーディアンキルベースヘビーリボルブだね。はい、柔らかい、これも柔らかいね。なるほど、こいつもスタミナ系ですね。いいじゃん、中のこのヘビーのゴールドディスクがいい感じ。はい、最後にマトミノボロスクォータークエイクだね。はい、お、これ固め、わあ、これも超かっこいいこれ。マジでこの紫のディスクがすごいいい感じ。やっべえ、かっけえ。で、これね、3on3 のセットなんで、今回ね、3on3 で戦っていきたいんだけど、パパはこっち使うよ。お、ベイ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 使います。ベイベイ、そして普通のスタジアムで、3回バトルしようか。で、その後にこちらのアメリカ版のスタジアムバケスタ、これ使ってまた3回対決しましょう。はい、はい、じゃあいつもの部屋やっていきましょう。よい、はい、じゃあまずね、ギャラクシーゼウスシュートしてみてください。はい、こうして、なるほどなるほどね、やっぱ安定するね。じゃあ早速 3on3 やっていきたいなと思います。はい、じゃあ私はこれで最初行こうかな。エクスカリウスでいきます。おお、来た、僕はガーディアンキルベース。はい、 3-2-1 ゴーシュ、よし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 、いけ、当たらない、ちょっと通常とはね違うからね。パパベイベイだから、ロック一つしかないから。あ、やばい、やっぱきついか、スタミナがちっぽい、ダメか、よし、じゃあ私はこれでいきます。オダックス O2、 おお、僕はマットミノポロス。はい、 3-2-1 OK、 いけいけいけ、おりゃ、おっしゃー、ロングフィニッシュ、1対1だ。はい、じゃあ最後私はこちらですね、バルトレイク V2 の様子がおかしいバージョンです。僕はギャラクシーツース。はい、3-2-1 ゴー、意外と遅いからね、ギャラクシーのね、ギャラクシー。あ、間違えた、ギャラクシーじゃない、パパバルトレイクだった。間違えちゃった、バルトレイク V2 に光るとかっこいいね。かっこいいけど当たんなければ意味がないんです。当たってください、当たっ、よし、あー、バーッとしまったということで、今回の 3-on-3 はエイシン君の勝ちか。イエーイ、2対1、ドゥルドゥルドゥルン、うわー、来た。はい、続いてはこちらね、アメリカ版の、ベイスタジアムバケスタ。はい、うちらバケスタと呼んでるけど、これでやっていきましょう。はい、じゃあさっきとこういうあのベイの順番変えようか。そうだね、私は一つ目これバルトレック V2 の様子がおかしいバージョンでいきます。はい、僕はマットミノボロス。はい、3-2-1 ゴー、戻ってきた、おっしゃパパの勝ち。2戦目は私はこれでいきます、エクスカリウス。僕はガーディアンキルベース。3-2-1ゴーシュ。ということはもうこれパパの勝利決定かな。決定だね。まあ一応最後までやりましょう。はい、私はオダックス O2 でいきます。はい、僕はギャラクシーゼウス。はい、3-2-1ゴー、ギャラクシーを破壊してくれ。よっしゃー、完全勝利ということで、白のスタジアムでエイシン君の勝利、バケスタではパパの勝利だったので、最後の決勝戦ここでやろうよ。はい、はい、決勝戦はじゃあ普通に3回の勝負にしよう。はい、はい、パパエクスカリウスでいきます。僕はギャラクシーです。はい、3-2-1ゴーシュ、よしよし、だっ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 ないと意味がないんです。よし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 、よし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 、びっくりした、よかった、
3、2、1、ゴーシュー！よしよしよし！くぅー！当たんないと意味ない！当たんないと意味がないのじゃ！来たろ！これ何もわかんないか。めっちゃわからない。あー！3、2、1、ゴーシュー！当たる！よし！当たる！よっしゃ、最終受けたぞ。もう一回両者バーストに持ち込んでもダメか。バーストさせられたんだからダメか。ダメだ。はい、ということで今回はベイブレードバーストの3-on-3 バトルブースターセットでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そしてチャンネル登録よろしくね。ということで最後の勝負はパパを様子がおかしいバージョンに変えました。ヒランキラン光っとるんだからね、うん、バーストしてた。ちなみにですね、この光るベイブレード、余分に買ってきてますので、フロリダのお土産でプレゼント企画やるつもりでおります。はい、その動画はこの次の動画かな、この次の日の動画で公開してると思いますので楽しみにしててください。はい、あ、なんだ負けてたのパパ。うん、あ、なんだバーストしてたのね。うん、してないと思ってた。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。